ん食料として育てることは問題ないように思えますが、この方法はまだいくつかの課題に直面しているんですな。メイフィールド博士はその主なものは拡張性であると MNT に語っているんですな。そしてその規模が大きくなれば規模の経済が生まれ価格を下げることができるはずですな。グリーン博士と彼の同僚もオーシャナグラフ氏の論文で同意しているんですな。熱帯、亜熱帯には適切な地形と日射量を持つ広大な土地がありますが、栽培施設は過剰な輸送コストを避けるために海水や汽水、汽水とは河口付近や海につながる湖沼で淡水と海水とが混じり合い塩分が両者の中間になったものですな、の供給源に十分近い場所になければなりませんなのですな。また藻類の栄養価は高い食料源となるが、藻類は特有の匂いを持つ傾向があり、味や全体的な感覚的需要性が制限要因となり得るとマヨルガは認めているんですな。ストークスとはメガフードアメリカナチュラルサプリメントブランドの医療ディレクターです。他の食品やサプリメントと同様に藻類を栽培している産地の品質を確認する必要があると付け加えているんですな。藻類は重金属やその他の汚染物質など水中の物質を吸収する可能性があるため特に重要なのですな。現在では藻類の生育に最適な条件に設計された閉鎖型ガラス管システムなどユニークな製造工程が活用されていますとストークスは付け加えましたのですな。ヤクチカの豆知識。アメリカのナチュラルサプリメントブランド、1973年の設立から地元の農家や研究チームと協力しながら農産物や酪農物を丸ごと原料とした安心なサプリメントを開発しているんですな。非遺伝子組み換えサプリメントの熱心な取り組みなど信頼のおけるメーカーとして高い人気を得ているんですな。ただいま動物プロジェクトでは YouTube、Instagram、Twitter を更新しておりますですな。皆さんに健康の良いことをお届けしておりますですな。また YouTube ライブ配信、ツイキャスにて水曜日の21時にシマエナガのシマ社長が皆さんと雑談をしておりますですな。よかったらみんな見てみてほしいですな。